ました。山口さやとかけまして、おみくじと解きます。その心は、どちらも、紙を結びます。あやかっちです。うん。一万円札。いや！ああ！でも、無事、イリュージョン。はい、サイチ、人生ほぼ初のけん玉でございます。いきます。何の変哲もない100円です。何の変哲もないコップです。これを今から貫通させます。3、2、1、ほっ！すごい。ああ！あれ？あれ？参ります！こんなこともあるよね。きなこ餅がすごい好きで、あればっか食べるとやっぱブクブク太るから、ねえ、いや気をつけなきゃなって思うんですけど、はぁできた。今年はいつもより多く回しております。ん？いきます。はい！どや？おめでとう。今年の干支はイノシシだよ。作ります。作れるかな。作ったことないんだけどね。でもまあできるでしょう。ちょっとつもしにね。いやー、できるといいですね。今年はね、勢いをつけていきたいですから、そんな願いも込めながら作りたいと思いますよ。できるかなー。じゃあ始めて。いきます。はぁ、あ、この間クマさんはね、作ったんだよね。ユカがいた頃にね。そうそう。いやー、これね、できるかな。いや、でもさっきね、動画でね、一回予習したんです。1、2、1、2、3。ポピパとかけまして、トランプと解きます。その心は、どちらも、シャッフルが付き物でしょう。あやさちゃんちです。まあ、いっか。ん？あ、こうじゃないかな？こうだ、こうだ、こうだ。これなんかクマさんと似てるんですよ。結構思い切りが必要ですからね。こうするとイノシシっぽいかしら。いや、なんかクマだな、これ。今んとこクマでーす。どっちお前だ。え、これ何？ちょっと待って。やばい。あー、これ路頭に迷い始めてる。得体の知れないもの。できました、イノシシ。これですかね。こちらのね、犬を目指して作りたいと思います。これは何ですかね。はい、じゃあやっていきたいと思いますけども、じゃあまず、
バンド演奏とかけまして電化製品と解きます。その心はどちらもコードが大切です。リミッチです。お、これはもしかして顔が、あのね、2018年に結構練習してたんですよね、一瞬。なのできっと、いけるはず。ほーらね。緊張しますが、頑張りまーす。いや、私、人生で一度も、けん玉成功したことないんですよ。今日はできる。長い日も。とても神秘なちょっと短い紐があります。これを、はっ！ほーら、一つになった！どうもー！富山かすみ役のあゆみです。花園大役の大塚さえです。よろしくお願いします。ますはい。ところであゆみさん。おー、どうしたどうした？何も話しとらへんけど、ところで。ポピパメンバーの名字。新宿の地名になってるじゃないですか。そういえばそうやな。富山かすみの富山もそうやし、うん、花園牛込山吹市ヶ谷全部新宿の地名にゆかりがありまんな。そうなんですよ、うん、かすみは富山でよかったですね。あ、そらどうして？他の地名だったらキャラが変わってたかもしれないですよ。例えば歌舞伎町かすみ。あ、これだけのおみくじして支払えへんってどういうことやん？あ、いや、ちょっと怖いかもな、うん、怖いな、だいぶ怖いな。あー、富山でよかった。よかった、よかった。新宿二丁目かすみ。いや、どんだけー。幻ー。背負い投げー。ちょっとキャラ強すぎるかもな、うん、誰かが見えたな。あー、富山でよかった。アルタかすみ。一旦 CM でーす。はい。いや、もう地名ちゃうし。何ね、アルタカスミって。ハーフみたいやし。アルタカスミ、アルタカスミだよ。アルタ。ちゃうやろ。ねえ。うん。あー、富山でよかった。よかった、よかった。まあね、カスミのイメージが変わったらよくないから改めて、ちゃんと紹介してもらいましょう。お願いしますわ。アイミンが演じてるのは、うんうん、そうやそうや。富山県カスミちゃんでーす。毎度はや、富山県カスミです。わー。好きな食べ物は白いご飯とブラックラーメン。おいしそう。きっとドキドキしたい。よろしゅう。って、ちゃう！富山かすみ！うん、美味しそうでよかったけどな。富山かすみです！いい加減にしなさい！なんでやねん！どないやねん！どうも、ありがとうございました。えらい鼻声やったな。鼻声、鼻のもたえです。鼻声殿。鼻声殿。うん。けん玉をやります。ここに入れたいと思います。緊張する。行きまーす。